エル・プエルト・デ・サンタ・マリーアは、スペイン・アンダルシア州カディス県のムニシピオ、聖マリアの港という意味を持つ。マヨール・プリオール教会、エル・プエルト・デ・サンタ・マリーアは、大西洋に面したカディス湾沿岸に位置する。近郊の自治体は、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ、ロタ、プエルト・レアル、カディスである。海水浴で人気を集める観光都市でもある。シェリー港として知られる主要港を持つ。 自治体の大部分はカディス湾自然保護区となっている。ホメロスのオデュッセイアによれば、トロヤ戦争の後にギリシャ側についていたアテネオメネステウスが自軍を率いてジブラルタル海峡を通って逃亡し、グアガレーテ側にたどり着いたという。彼らはこの地に定住し、メネステウス港という港を築いた。711年、北アフリカからやってきた。 ムーア人がスペイン南部へ侵攻した。フェニキア人と古代ローマ人の製炎工場があったため、彼らは地名を、潮の港を意味する、アルカンテ、またはアルカナティフと名付けた。1260年、カスティーリアをアルフォンソ10世が、ムーア人から都市を奪い、サンタマリアデル・プエルトと改名した。彼は土地配分を指揮し、カスティーリア王国のもとでの検証を認めた。 彼がガリシア・ポルトガル語で編纂したとされる、写本聖マリアのカンティガ州 CSM367 では、アルフォンソ10世は、サンタマリア・デル・プエルトの教会を訪問後、痛めていた足が、奇跡的に癒されたと歌っている。コサのマッパムンディ1480年、クリストバル・コロンは、エル・プエルトでサンタマリアを訪れ、遠征計画の奨励を受けた。新大陸への第二次航海の際は、 エルプエルトデ・サンタ・マリーアから出発、1500年にマッパムンディを発行した水先案内人、フアンデラ・コサにあった。フアンは1500年にこの町でマッパムンディを制作した。エルプエルトデ・サンタ・マリーアには、スペインにおける、新世界貿易を司る、裕福なカルガドレス商人数名が住んでいた。16世紀から17世紀、スペイン海軍ガレー船の登記港とされていた。 スペイン継承戦争では1702年にイングランド・オランダ連合軍に占領されたがすぐに解放された。19世紀のスペイン独立戦争の間、エルプエルト・デ・サンタ・マリーアにはジョセフ・ボナパルトが指揮するフランス軍本部が置かれていた。自治体庁舎下記にアリーナで開かれる、闘牛同様、観光が最重要の経済活動である。ヘレス元 GP の会期中、エルプエルトは、 多くのモーターサイクリスト集団を受け入れている。中心部とその周辺では商業が盛んでワイン産業も非常によく発達している。ありがとうございます。